ドモロシングルです。ビートコップ続きをやっていきましょう。さあさあ、何日目かな。15日目。燃えるような要求、何かが炎上しちゃうのかな。手元にはコーヒーとマイラの新鮮な働きぶりレポート。一日の始まりとしては最高だな。真面目ですね、部長。雑でいいんじゃないですか。恐喝行為は止めなかった。そうですね、マフィアは商売人をかつ上げ、お前はその場で突っ立ってるだけか。受け入れがたい。警察の評判が下がるよ。切符10枚、違反内容は何でもいい。もう一つ、ジョン・ドゥー、なんだっけ、聞いたことあるぞ。なんだっけ、ドン・タタグリアの右腕だったっけ。全然覚えてねえや。気のせいだったね、聞いた気がすんの。え、逮捕すんの、タタグリアの。マジで、マフィアの。マジか。年齢62歳、マフィアの下で働く弁護士。こいつをとっ捕まえんのか。マジか。お前らを見てると柵に囲まれた牛相手に話してる気分になるぜ。もう話できんの。そんなことはないか。じゃあ出ていきましょう。タタグリアのじゃ右腕。うわー、じゃあマフィアの評判すごい下がるじゃん。弁護士は大物。了解。目立たないようにしてひっそり報告。あ、逮捕じゃないのか。見ろよこの惨状。バーベキューソース。あー、ぶちまけてんのか。間抜けだな、あのデブ野郎。421現着。ノルマはどうでもいいな。僕の記憶が確かならば、ちょっと待ってね。あ、なんだと。マジか、拒んのか。なんか言ったか、むせろ。どれだっけ。あ、アンジーを探す。アンジーと会う。あれ、消えちゃった。アンジー探さないといけない。633番地のアパート7号室。よし、こいつのことは駐車違反で捕まえとこう。え、621? 621っつった。え、これ、誰かいるかい。え、なんだ、建物を出たか確認する。火事のとこを探せばいいのか。633の7号室とりあえず行きますか。はい、ジャクソン、 D ジャクソン、いない。 OK、 6号室か8号室。どうもケリー巡査ですが、7号室に住んでる女性を探しているんです。見てない。やばい、やばいのか。昨日あの趣味の悪い音楽が垂れ流しで、こっちは頭が痛かった。今日は何もない。あれれ、アンジーが姿を消した。質屋で。オッケー、質屋でまず情報。アンジーに行ったんだが、いなかった。何、ネイル。マジか、よくないね。女子が行くところっつったら宝石屋さんかな。あー、やばい。あ、もうダメ。611番だった。生きてますか。生きてる、みんな生きてる。嘘だろ、火事なのに。もういいや。はい、消えたよ、消えたよ。じゃあ、お、なんだって。なんだ。これか、ジョン・ドゥ。ちょっと待って、情報がね。ちょっと待って。
紫の、とりあえず紫スーツの男を探せってことかな。この人は、お、なんだ、容疑者が、赤色のグランドタルビーノ、ブロックの真ん中に駐車、ピッツェリアでの会合に向かっている。オッケー、赤いグラン、なんとかグランドタルビーノ、赤いグランドタルビーノ、これか、あ、違う、あ、これか、まさか、あ、違う、これじゃない、なんだそれ、ライナーの落書きはどうでもいいや。酒屋の連中が酒を売ってる、そいつは驚きだな、違法でだ、はあ、どうすりゃいいんだ、許可なしで酒売ってるらしいね。あ、それがガサ入れを行う。変なものは見つからないな。マジで。わかった。で、どうすりゃいいんだ、赤いグラン、あ、そっか、この車に対して何かをしろってことかな。これか。なんだマフィア、また150受けよう。ムーンウォークの近くで待ってる。 OK、 あ、こいつか、おい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 、何、シェム、青色の車に乗ったチンピラ2人、これか、私服捜査官に見えるけれども、連邦当局のチンピラ、ハハハ、連中はあいつをじっくり見張ってんださ。あの連中は昨日からいるんだが、これ以上放っておく危険は見せる、犯せない。別の時にできないのか。俺の上のカポレチームがどんなことすると思う。ああ、怖い。イタリアンマフィア怖い。やるしかねえんだ。ダイナーに向かう。戻ってきたタイミングで突入する。こいつは何やってんの？こいつ薬売りか。話しよう。買わない。本当めちゃくちゃだよね。マフィアとギャングが共存してる。こいつなんだ。こいつなんだ。どこかで見たっけ。ジェイク・ラモッタ。なんだっけ。え。あー、ボクサー。はいはいはい。あったね。で、僕何したらいいでしたっけ。車を排除、これか、切符切りゃいいんでしょ、駐車違反、はい、で、レッカーを、うん、強盗事件、ちょっと待ってよ、はい、ちょっと、はい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 、あ、体力がやべ、体力、息が続かない、ちょっと待って、よし、ふっふっ、じゃあ逮捕、疲れる、もう何なの、ドタバタ、ドタバタ激すぎる、あー行っちゃった、ごめん、パトカー来ないな、パトカー早く来いや、よし、お疲れ、さあ次だ、クルーの評価が下がったね。625番地に駐車中の、あれ、それやったよね、 625? さっきのやつじゃないの、あ、しまった、ああこれか、こっちだったか、あなたの友人の、ヤブロンスキー、とりあえず切っとこう、駐車違反にして、こっちだったか、はい、でレッカーを要請して、ヤブロスキーがこの件について調べてる、あ、電話ね、電話、 OK、 こちらケリー、何の用だ、ヤブロスキー電話だったんだ、でこれ以上世間話する気はないが、情報がある、何の情報だ、
強盗事件の折に何かが姿を消した。盗難疑惑をこすりつけられたあのダイヤだろ。それもだがそれだけじゃない。ビデオテープの話？今さら？なかなか美味しい代物、連中が血眼になって探すよ。なるほど、面白い。あ、僕が持ってないのに持ってる感じ。はあ、あ、やばい。はい、やばそう。命狙われる？アンジーだよね。アンジー、そうか、アンジー探さなきゃね。アンジーどこいるんだろう。お、なんだこいつ。え、あ、よかった。部屋は2階の2号室。え、何？2階の2号室。おい、こんにちは。B デンボロ、聞き覚えのある名前だ。スター、お前か。あん、警官だか。騒ぎが起きてると通報を受けてやってきた。なんでここにだだ誰かいるって知ってんだ。あんたが言いた方に答えたからだが。何？くっそ、畜生、くそ。どこかで聞いたことがある。覚えてない。だ誰かドアを叩いてる。ここ怖いな。ドアを開けないと。あ、そうだ、思い出した。高校で一緒だったドモリのビリー。アメロ、何に巻き込まれた。おびき出そうか。あんたのアパートを見張ってる捜査官の一人である。こんにちは。よう、アルフォンゾ。ああ殴っちゃった。放っておけ、これでもう懲りた。ビアアファティフォッテレ。よし、行くぞ。コリオニの持ち主。あ、なんだろうね、肝っ玉かな。やった、ありがとう。ちなみにジョン・ドーはマジで終わった。何もヒントがない。見失ったよ完全に。まあ、あとじゃあ10枚あれだね、切符を切るっていうことに全集中。全集中の呼吸なのか本当に。よし、どんどんタイヤ。あれ、タイヤ、これタイヤ無事経過。くそ、トカ類は、トカ類は割れてろ、割れろ、トカ類。ダメかい、ダメなんかい。ちっしょ、こいつは駐車禁止でいけそうだね。違う、もう速攻切符切ります。いや、困ったね。お、なんだ、ノルマは達成。よし、オッケー。あとアンジーだね。アンジーもう一回ここでアンジーいないかチェックだ。いないか。アンジーはいない。あ、やばい、終わっちゃう。あとドーナツ屋とダイナミオか。受け取ろ。あ、しまった、断っちゃった。いい人、なんていい人。あ、終わっちゃった。何もできてない今日、やば。あ、警察の評価がすごい、マフィアの評価すごい上がった。クルーは結構下がったね。そして切符ノルマは達成。たった5ポイント。無効な切符2件か。これだってしょうがなくない？もうどうしたらいいかわかんないもん。逮捕しなかった、報告じゃダメなんだね。完遂しないから25ドル減額というわけで、残念ながら散々でした。今回だいぶひどいね。目的が全然達せれない。マフィアの評価だけがすごい上がってる。このままマフィアの手先になるのも悪くないかな。最悪のチョイスだわ、その方法。というわけで、面白いと思った方は評価ボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。次回もお楽しみに。アリベデルチ。